m b b ボ二2 0 9モンスーン m b b ボ二2 0 9モンスーン m b b ボ二2 0 9モンスーンは1960年代に西ドイツで開発された二座席系飛行機である。この機の設計はベル校舎の技術部長ヘルマン・ミリウス博士の下でボ二2 0 8の解説系モデルとして始まったが結果的には前モデルとはごくわずかの部品を共用するだけのかなり異なる機体と なった。胴体は拡幅され、前輪は引き込み式となった。主翼は設計し直され低翼配置となり、牽引や格納のために折りたたみ式となった。この機体は購入にあたり、固定式か引き込み式の前輪、150HP か 160HP のライカミングエンジン、オプションの可変ピッチプロペラを選ぶことができた。 左右の座席に操縦装置を備える練習機モデルも作られた。この幅広い選択可能な装備品という特徴により、ベルコーはこの機の成功を確信しており、1970年のハノーハー航空ショーでは57機の先行注文を受けた。このプロジェクトの商業的な成功は約束されたようなものだった。 しかし1968年のベルコーの MBB への吸収により、採算を考慮した結果、民間航空機の製造を止めるという結論が導き出された。1969年から1971年の間に102機のモンスーンが製造され、まだ275機の受注山があった。1972年2月に MBB はこの機種の製造を止めた。 ドイツ人の技術者、ラインホルト・フィヒトは、モンスーンの製造を継続することを計画したが、実現はしていない。ありがとうございます。